はい、こんにちは、GRF です。今回リッチレーサータイプ4、略して R4 の実況プレイをしていきたいと思います。よろしく。サビシバリーコンビニティのチこのチームのレッキーとしてはオーナーよ。じゃあ、表彰台の一番上で会いましょう。狙う優勝、あなたがやってくれるわよね。おいおい、どうぞ、今のうち契約したい車のメーカーを選んでいくつもり。かっこいいのにしてね。おいおい、自分勝手だなこいつ。え、何？契約したチームの監督さん。え、何？わからないことは監督のドナルド聞いて全部お任せください。ドナルド、誰と契約しようかな。ちょっとここで生まれの画像入れたらおもろそうやな。やめとけよ。では日本人なのでテラジ。テラジの何でしょうかね。これアンビシャス、よくわからん、よくわからん。まあマニュアルで。また来たよ。あなた希望通り今シーズン契約する車メーカー、テラジ社に決定したわ。初心者のスリートに対して準備はバッチリ。みたいよ。なんだその空間。なんでこの車、アクセル力で車体がインに切れ込む特性を持ってるんですって。どなるか、そう言ってた。私には今一つ、意味がわからなかったよ。ならオーナーになるな。まずは一時予選で、新人だからって遠慮しないで、いきなり1位を狙って。新人だからって遠慮しないで、いきなり1位を狙っていってちょうだい。無責任ですね。予選通過条件3位以内。無責任だこいつ。1999年5月1日土曜日、1予選第1戦、横浜。曲は、これで。Real Racing Roots 99 in Helter Skelter。 さて、頑張るぞ。ダメだ、なんだこれ。ブレーキ離す必要すらないんですけど、これわからない。でもすげえスピードでね。ダメだ。まあでも使いやすいや。でもむずい。これなんでメタル色だけ変わらないんだ。ダメだ、難しい。PSP のやつは大違いだ。ていうか、要素まで。そんな、昔のマッスルカーじゃないんだから。お、3位が見えた。タイムリミットは？あ、半分か。なら問題ない。なんだよ。あ、これならまだちょっと楽だ。
オーナーさんに殺される、あの人に殺される。俺まあいいや、まだ猶予が少しある。ここで解けば少しはまだ持つ。えい、まさか2位いっちゃうのか。来たー。でもこれが結果2位。リプレイは飛ばします。ああ、なるほど。 2周走るのに3分だよ。あ、なんだなんだよ。あーとね、ちょっと戦わなかったね。あと1周あれば勝てたんじゃない。無責任だよあんた。ドヨの監督が盛んに叫んでいたけど、あんたライン取りが甘いらしいじゃない。しっかりね。まあこのままだとお父様のもつぶよ。オーナーを辞めて結婚だなんて、そんな気持ちにはなれないの。だからってこんなことやってんのか。なんとかせ、そのためのドライバーですよ。第2レースは1位だってね。絶対よ。無理やりだよこいつ。うぜーっと叫びたかっただけ。そうか。これしかないのか。まあいいや。え、まさかのディアブロキャリア。てか福岡、なぜに福岡。まあ曲、まあ曲は基本固定で、これの全然スピード出ねえな。バイトリーボックスもね、あの根性じゃ。すっごい坂。さすがプレステ。車体がいいんだよ。そんな FF じゃ、 FF じゃないんだ。別にね、な FF みたいな特性つけなくてもいいでしょうと思うんですけどね。3位だったね。というか2周も走る、こんな遅いことで。ダメだな、これは。というか見通し悪い。では3位を狙う。まあ運良ければ1位。それで全然スピード出ねえ。あ、3位見えた。多分これなら勝てるかも。ていうかスピード下がってるし、まあ、もしかしたら1位狙えるかもね。難しい。ああ、また怒られる。
るわ。また殺されるわ。マクドナルド監督のせいや。まあプレス1のゲームにしたらまあ上手だった方かな。まあ2にはなれるわ多分。表彰台の一番上ってね、こんなこと言われたって困りますよ。これが全力なんだよ。します。ああ、また2位か。なんだろう、怒られる。ドナルドが伸びるっていうか我慢してたのに、ちっともいい結果を出してくれるね。いや、だから、2位出したじゃん。困るの、万年2位なんてポジションはいらないの。私が欲しいのは1位、1位だけなのよ。うるせえ。このままだと私はお父さんの思惑通りで結婚させられてしまうなら。だからそれはあんたのせいだよ。それでいいや、いいっすよ。でも分かってくれたら次は西尾さんの条件も厳しくなるわ。とにかく次は1位を絶対取ってちょうだい。グランプリのここの経過を記録しますか。まあはい、多分空いてると思う。項目選択してください。セットゲームデータをスロット1のメモリーカードに、はい、You've got a new card ready to roll。 新車か。では、ここで終わりたいと思います。その1を。